ヒルト姿で自宅のエールシックハウスの前に立つ、ファイフ公爵、アラン・ウォーレン撮影。1984年第3代、ファイフ公爵ジェームズ・ジョージ・アレグザンダー・バナマン。カーネギーは、スコットランドの貴族、第3代ファイフ公爵。イギリス王エドワード7世の彦の一人であり、エリザベス2世女王及び、ノルウェー王・ハーラル5世のまたいとこにあたる。現在の競技。 抗議のイギリス王室の成員と認められない人物の中ではイギリス王位継承権保有者の筆頭にあった。第11代サウスエスク伯爵とその妻でイギリス王女の称号を持つモード・オブ・ファイフとの一人息子として生まれた。母モードはルイーズ王女と初代ファイフ公爵との間に生まれた次女にあたっており、1905年に王族の列に加えられている。ジェームズは ラドグラブ校、ゴードンスタウン校といった上流指定向けの寄宿学校を経て、王立農業大学に学んだ。その後は、1948年から1950年にかけて、スコッツガーズ連帯付近衛兵として、マラヤに駐屯した。1959年、一人息子のこの男をアラステアに先立たれていた、母方のオバファイフ女公爵アレクサンドラ王女が死去すると、 ファイフ公爵位を襲った。さらに、1992年父より、サウスエスク白爵くらい及び、カーネギー氏族長の地位も継承した。2015年に85歳で死去。爵位は、長男デイビッドが相続した。1956年9月11日、第3代フォーティビオット男爵ヘンリー・デウォーの、娘キャロライン・デウォーと結婚して一男一女を設けた。 その後の1966年に離婚した。ありがとうございます。